ケツを変えたガチンコバトル開始。 D1 へカムバックした谷口はきっちり追走へ駒を進めた。陽一、小口、熊久保、ノムケンなど因縁の対決は必見だ。そして今シーズンは追走の採点方法が変更される。従来はそれぞれ先行後追いで相手に対してどれだけ勝っていたかを競い、10点を取り合う方法で優劣を決めていた。しかし今シーズンはその選手自身が先行と後追いでそれぞれどれだけいい走りをしたかを10点方で採点し、その総合的な点数によって優劣を決めるのだ。この方法で3人の審査員のうち2人以上から優勢と判断された選手が勝者となる。単走チャンプ松井が格上正雄を迎え撃つ。ゼッケン12番をつけます松井級の S1 号。その対戦相手は末永正雄、アレックス・エイト。キヨちゃん、はい、どっちが好きですか？僕はどっちも別に。どっちも別に。さあいよいよこの両者が動き出しました。一組目の対戦ということになります。1回戦10位、第1位の松井幸雄が先行で、その後ろからアレックス・エイト、末永正雄が、うわー、速いぞ、両者速いぞ、速い、これはすごいスピードだ。松井のスピードが高いぞ、乗ってますね。これは先行した松井のスピードがかなりいい形だ。この間隔は縮めることができないと。やっぱり松井は速いですよ。速いわ、末永正雄も。ただ何もミスはないんですけど、川崎さんだけが1、やはりちょっとリードを入れました。アレクセイと黒いマシンが先行だ。そしてその後ろから白黒のエース1号松井幸雄。さあ今度は末永正雄が、末永正雄が戻ったね、戻った。ちょっといい試作品に入ってった。このミスが大きく取られそうな気がする。今度は末永正雄が先行で仕掛けてったという形がありますが、どうやら決着がつきましたか。神本山地川崎、両者ともに末永正雄です。リーガルチャンプセイミー、 GP でも実力は通じるか。さあいよいよ2組目のスタート、手塚剛先行、後追い田中セイミー。田中セイミーにとって本当に相手にとって不足はない形ですが、よし、来た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 、さあ田中セイミーが、田中セイミーが近いところに入っていこうというところだ。これは近いところに田中セイミーが食い込んでいく。スカイラインのところに、スカイラインのところに差し込んだ、差し込んだ、入った入った、うまい、リーガルチリチャンピオン落ち着いた後追いを見せました。全員アドバンテージ、田中セイミーだ。もっと行きたかった。よもやの田中整備がベスト8まで勝ち上がろうというところなのか。アドバンテージを取った田中整備先行は遠い。しかし意地を見せて手塚中が追い込んでいきたい。どうだ、大丈夫だ、ギリギリ大丈夫だ、当たってる。さあこれも当たりだから難しいところ、大丈夫、今ですね、当たったでしょ、かなり先行した田中がかなりもうギリギリな状態だったんで、失速気味のところでやっぱりちょっと接触はあったと、ね、この勝負田中聖美ベスト8進出です。いやー、なんと手塚剛志敗れたりと。かつての愛希と対する陽一、その心中いかに。さあいよいよ動き出します。今村陽一先行、後追い小口よしのり。さあどういう対戦になるのか。ここは本当に面白い対決が期待できそうだ。まずは赤いマシン、そしてそのところに赤白が来た、小口が入ってくる。いや両者いい角度、両者いい角度だ。ビタビタに入ってくることができる。この水槽でしょ、これぞ水槽、小口イーブンという形の1本目になりました。若干やはりアドバンテージを小口よしのりが持っていきました。だってあれでしょ、今村選手からしたら、はい、なんか別れた女と友達が付き合ってるみたいなもんでしょ。そうです、だからそこにダブルデート行って、いや気まずいな、なんかみたいな。そうただ今村さんがそんなあっさりしとる。意外に動き出しました。2本目小口よしのり先行だ、遠いで今村陽一だ。今度は本当に去年乗っていた車のところに今村が飛び込んでいこうというところ。近づいていきたいところだ。やっちゃった。あらら、これは審査員の判定を待つまでもなくベスト8
ト進出小口よしのり。珍しいですね、陽一が失敗するのもね。いや本当に珍しいですけど、2回もね、単走でも1回失敗しちゃいましたから。やっぱり別れた女に少し未練はあるの。勝ちたい勝負だったね。しょうがない、まあ負けた、まあ次に向けて反省します。ドリフト界のレジェンド対決、勝ったのは。さあいよいよスタートしてまいります。爆風の重先行、後井野村健の対戦です。ベスト8進出をかけてローレルが前、そしてその後ろが白と黒の3、4スカイラインが入ってくる。さあ野村健と大井戦いを後ろ、あ近いところ入ってきた、危ない危ない。さあかなり近づいて飛び込んでくる。1コーナーから2コーナーにかけて、さあ駅前コーナーを通過していく。ここは同じような角度、同じラインを通っていった。近づいてはいないんですが、なんとか両者同じ形で3コーナー4コーナーをクリアしていこうというところです。1差がクマクボアドバンテージついています。さあ入れ替えの2本目参りたいと思います。スタートしていきました。ここからオレンジのマシンがずーっと野間県の後ろに入る。3、4スカイラインの後ろに入って、かなり近いところだ、かなり近いところだ。さあ攻めてくれ、攻めてくれ、近い、この距離は近いぞ。さあクマクボアドバンテージ近いぞ、近いぞ、近いぞ。見た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 、タイヤが当たってる。あーすごいところ、ギリギリ来た、引いて引いて、当たったでしょ、当たった、当たってるでしょ、当たってるよこれ、当たってるでしょ、これタイヤだ、タイヤ当たってるでしょ。面白い、面白い。いやこれは素晴らしい対戦ではありますが、さあどうだ、さあどういう判定になるのかどうか。これは3人とも勝負あり、ベスト8進出、クマクボ信重決定です。